マナズル町は、神奈川県の南西部に位置し、足柄下郡に属する町。町域の半分は、三方を海に囲まれる。マナズル半島とその周辺にあり、歴史的な経緯からマナズル町マナズルと、道町岩の二つの地区で構成されている。古くから、上質の石材とされる本小松一種の産地である。町の名は、 半島の形が羽を広げた鶴に似ていることから、付けられた。真鶴半島と湯河原町の中心部丹沢山地より、見た真鶴半島と、相模灘箱根火山の南東に位置し、相模湾の西を隠す、小さな真鶴半島と、その北の海岸部、後輩の山地からなり、南東から北西に伸びた、細長い形をしている。 北の小田原市と南の湯河原町に挟まれる。真鶴半島は、切り立った海岸を持つ溶岩大地である。先端は、真鶴岬で、岬の先の海上に三井石を望む。県立真鶴半島自然公園に指定されている。町域は全般に起伏が多く、平地は少ない。緩い傾斜面を持つ半島の付け根に、市街地があり、その北西に、 マナズル駅、東に岩漁港と海水浴場、南東にマナズル港がある。市街地の北の山には採石場が多い。北部海岸沿いの丘陵は、みかんの栽培が盛んである。町の北西部は、箱根火山の外林まで続く山地の一部である。町域の大部分が山地帯で平坦地に乏しいが、箱根火山の山麓は、 未還炎として利用され、北に箱根、南に、相模湾を望む、斜面地からの眺望は、南フランスイタリアの地中海沿岸によく似ていると、言われ、日本のリビエラと呼ばれている。なお、隣接する小田原市の片浦地区は、東洋のリビエラとも呼ばれている。1970年以降、人口は、減少傾向にある。2017年には、神奈川県内で、 初めての過疎地域に指定された。真鶴町は湯河原町と2005年1月をめどに合併を目指していたが、真鶴町で行われた合併の賛否を問う住民投票で僅差で反対が上回り、合併は中止になった。真鶴町民の十分な理解が得られなかった背景には新市名が湯河原市となるこれまでなかった都市計画税が 新たに徴収される等の要因が挙げられる。神奈川県の十三町一村の主張で作る、神奈川県町村町会に加盟する。真鶴駅の駅名表、真鶴は、現在は、真鶴と読むのが正しい。自治体名の読み方は、岩村と合併した、際の昭和31年9月30日、官報で、真鶴として告示されている。しかし、その後発行されている。 全国市町村要欄等の各種文献では、マナツルと記載されている。マナツル町ではこの経緯を調査したが、合併告示の処理の際に誤植があった、昭和37年に自治体名の読み方を、マナツルに変更した、などいくつかはっきりしない情報があるのみで、確かな事実は判明しなかった。いずれにしても、地元で、マナツルと住んで読む人はいないとのことであり、年に、 一般的な発音である、マナズルに自治体名を変更し、総務省に届け出た。アザ名については、昭和31年11月9日、神奈川県公法にて、マナズルと告示され、今に至っている。これについても、湯河原町との合併協議や自治体名変更の際に、マナズルに統一することも検討されたが、湯河原町との合併が、破談に終わったこと。 上記の通り国示の経緯が不明であったことなどから、マナツルのままである。よって、マナル町マナルは、マナル町マナツルと読むのが、地名としては正確である。なお、東海道本線のマナ駅、ル駅、び、マナル道路の、マナルの読み方は、マナルである。マナ町ル町町づくり条例は、国による1993年制定、翌年施行の条例である。 町づくり計画として、条例第10条、美の原則及び、美の基準、開発や建築を行うときのルール、議会の役割や、住民参加などを定めている。町づくりを条例で規定した例として、全国的に先駆的な事例で、美を法令上規定することも異例であった。美の原則のデザインの指針は、かつて美しかった、イギリスの歴史的建築物が、 次々と取り壊されていくのを心配したチャールズ皇太子の英国の未来像建築に関する考察の発想を参照している。この著書で言われている建築の自由の原則は都市に住む人間にとって国や時間を超えて共通の普遍性を持つものであるため考え方のヒントとされている。なお、マナズル町は2005年市町村で 初めて景観法に基づく景観団体になり2006年に景観計画を告示した。箱根山からの傾斜地であるという地形上の特徴と相まって独特の眺めを作り出している。古くからその地形的条件でわずかな土地を居住地として海、山、畑の仕事により風景が織りなされてきた。また、真鶴半島の先端はお囃子として マナズル町の象徴として精神的なシンボルともなっている。これらの景観を豊かで美しい景観形成を図るために定めている。マナズル町では美を個人的な主観としないために八つの原則を立てている。マナズル町を美しくすることによって生き生きと生活するために原則の具体的な手がかりや全体のつながり、基準の詳細が基準として定められている。 この美の基準は強制されるものではなく、みんなで作るものであり、参加によって修正されたり蓄積されたりする意図がある。実験的に長期にわたり続けられることで、マナズル町を美しく豊かにしていくものとして計画されている。マナズル町は、自然環境、生活環境及び歴史的文化的環境を守り、かつ発展させるために、 次に掲げる美の原則に配慮するものとして定めている。水田がなく、北部海岸近くの丘陵に、みかんの果樹園が広がる。2000年の販売農家数は44個で、経済的にも、修行構造から見ても農業は、微々たるものである。かつては、マナズル港、岩漁港からの漁業が盛んだった。マナズルを特徴づける産業は、 中世まで遡る小松石の採掘である。加えて観光業が進行されている。2015年の観光客数は113万人で、例年同様に推移しており、日帰りの飲食による割合が高い。なお、周辺の箱根町は1737万人、小田原市は453万人、湯河原町は310万人である。 2015年の就業者数を産業別で見た内訳は次の通り。県の資料によると2015年の真鶴町の就業者数3467人は最も割合が多かった宿泊業、飲食サービス業は第3位11.6%同じく最も少なかった情報通信業は第53位1.7%農林業は 第15位1.9%。順位は、神奈川県内の58市区町村に対してである。安曇野市役所本庁舎玄関前には、真鶴長寄像の本小松石による名番石が置かれている。真鶴駅東海道本線の開通以前は、一社鉄道、京弁鉄道の豆掃認車鉄道、熱海鉄道が1896年から1923年に、 かけて存在していた。景観貴船神社慰霊碑本文の転居、主な執筆者名順。本文の転居ではない資料、出版順。中川和正美術館、ウィキトラベルには、真鶴町に関する旅行ガイドがあります。ありがとうございます。